ザ・プレミアム・モルツ・プレゼンツシェフ・ワングランプリ2024決勝が14日、18時30分から20時30分、に ABC テレビ・テレビ朝日系列全国ネットで放送され、4代目王者に日本料理の木村亮介シェフが輝いた。決勝収録後に行われた囲み取材でゲスト出演した今田耕司が、スペシャルサポーターを務めた令和ロマンに説教したことを明かしていた。写真 優勝を勝ち取ったハンバーグ。食べる人に感動を与える唯一無二のオリジナリティをテーマに開催されるシェフワングランプリ。4回目となる今年は、日本料理、フレンチ、中国アジア料理、イタリアンスパニッシュ、フードクリエイター、ジャンルレスその他、のジャンルから集まった506人の中から書類選考を経て、2回戦ではジャンル別トップ4、3回戦ではジャンル別トップを選定。 さらに準決勝ではジャンル別トップの6人から4人に絞り込まれ、決勝戦では木村亮介、日本料理、京都府、東山尾形、花田洋平、中国、アジア料理、大阪府、アトリエ花田梅森本、山下康史、ジャンルレス、福岡県、トアヒス、吉岡翔太、フレンチ、東京都、呼吸、ラキソい、木村シェフが日本料理代表としては初となる優勝を勝ち取った。 優勝決定戦のお題はハンバーグ日本料理の木村シェフは勝てるわけないと思いましたとトロするもでも日本料理の代表として和食を目指している料理人の方々に夢を与えられたらいいなと思って臨みましたと強い気持ちで料理に挑み見事栄冠を勝ち取ったというそんな匠の技に脱帽したという今田や令和ロマンそして司会を務めた山里亮太と松下奈山里は 素晴らしかった。日々の積み重ねがそこかしこに見えた。革命ってめちゃくちゃ難しい。それに対して伝統と革新を融合させ続ける姿がとにかく格好良かったと絶賛した。未だも、お野菜一つ切る手さばきだけでも、積み重ねてきた技術がわかると木村シェフの努力を称賛すると、それを若手の令和ロマンとかは、うわーいい。とかで済ますんです。本番中説教してやりましたよ。 わら、とちらり。令和ロマンの松井煙と高平車が、なんか怒られましたよねと苦笑いを浮かべると、未だは木村シェフの日々の積み重ねをしっかり表現しないと。すごい、とかいいですね、だけじゃダメでしょ。と、スペシャルサポーターならば木村シェフの凄さをもっと的確に表現しなくてはいけないと述べた。令和ロマンは、昨年の m 1グランプリで優勝を果たしているが、煙はシェフワン。 の審査員の方って食べている最中マジでポーカーフェイスなんです。M1 とかだと笑っている審査員とかもいるじゃないですか。本当に点数が出るまで全くわからないのがすごい緊張感でしたとシェフワンならではの雰囲気を語っていた。C、シェフワングランプリ2024